KDDI やソフトバンクなど通信事業を行う21社は NTT による総務省幹部への接待がドコモの完全子会社化に影響したか真相を究明するよう総務省に求めました。21社が提出した意見書では NTT の経営陣による接待によってドコモの完全子会社化への総務省の対応が歪められたのではないかとの疑いが生じていると指摘しています。その上で総務省が設置した第三者委員会で真相を究明するよう要望しました。さらに総務省の有識者会議でも改めて議論し、結果がまとまるまではさらなる再編を進めないよう求めています。これに対し NTT はドコモの完全子会社化により競争に与える影響はなく、漠然とした懸念に基づき新たな規制を設けることは適当ではないとコメントしました。